はい、どうも皆さん、こんにちは。エゼカです。それでは今回なんですけども、セブン銀行 ATM チャージキャンペーン、交通系電子マネーに7000円チャージで現金1000円が当たるということで、今回はセブン銀行 ATM のキャンペーンについてですね、これは抽選のキャンペーンとなっていまして、普段日常で交通系電子マネーを利用されている方におすすめですので、ぜひ最後まで楽しんでいただければな、と思います。それでは、行ってみましょう ということで、今回こちらのキャンペーンですね。セブン銀行 ATM チャージキャンペーン現金1000円が2万名様に当たるというキャンペーンとなっております。で、こちらのキャンペーンなんですけども、エントリー期間とチャージ期間というのが分かれておりまして、エントリー期間は1月4日月曜日からすでにスタートしておりまして、チャージの期間なんですけども、1月の11日、本日の月曜日から1月の31日の日曜日までとなっております。で、内容とすると、今出てる通りですね、セブン銀行 ATM で一度に7000以上交通系電子マネーにチャージをし、 キャンペーンサイトからエントリーした方の中から抽選で当たるということになってます。まあ、先ほどもお伝えしたように、これは抽選のキャンペーンとなってますんで、普段から対象の交通系電子マネーを利用されている方はちょうどいいのかなと思います。で、気になるこの対象の交通系電子マネーなんですけども、来たか、水かパスも遠いか、真なか、イコか、スゴか、ニモか、早かけんという、これらの交通系電子マネーとなります。まあ、普段からね、こう、クレジットカードと併用して使っている方も中にはいらっしゃると思うんですけども、そうではなくて、ATM からチャージをして、 で、に参加すする程度ぐらいがいいいがのかなと思いますでこのキャンペーンの流れなんですけども、公式ページから引っ張ってきました。まず最初はサイトからエントリーということで、本キャンペーンサイトからエントリーを行ってください。チャージ前、チャージ後、どちらでも OK ですということですので、もし参加する際は、どのタイミングでも大丈夫です。ちなみに僕はチャージ前に行いました。次2番目にエントリーを行った後はチャージですね。セブン銀行 ATM で、キャンペーン期間中にチャージをしてくださいということで、 まあ、ポイントとなるのはここですね。タイトルにもお伝えしたり通り、一度に7000以上のチャージで抽選の対象となります。なので、これ以下の金額に関しては、対象となりませんので気をつけてください。まあ、ちょっと7000円で絶妙な金額ですよね。 で、続きましてこちら、3番目ですね。ここで当選したらメールが届きます。で、これが2月の下旬頃に当選通知メールと送金案内メールというのが届きますんで、まあ、ここら辺を目安にね、ある程度まあメモしておくのがいいのかなと思います。で、そして4番目。ここで ATM でゲットということなんですけども、セブン銀行 ATM で当選通知メールと送金案内メールに記載されている確認番号など必要情報を入力すると、現金1000円をお受け取りいただけますということですので、 もし当たった場合は受け取る場所はこのセブン銀行 ATM で受け取ることができますよということですね。なのでね、結構シンプルな流れで参加ができて、なおかつね、受け取りも結構簡単にできるのかなと思います。あとちょっとここ見ていただきたいんですけども、対象となる交通系電子マネーということなんですが、まあ先ほどお伝えした種類に含めてなんですけども、まず Suica の場合ですね、ちょっと続きがありまして、モノネール Suica であったりとか、臨海 Suica、モバイル Suica も含みますということですね。で、あとちょっと下にも出てるように、スイカの マークですねこれのないスイカは電子マネーの利用ができないためカード交換対応の自動券売機や緑の窓口での交換の上エントリーしてくださいということですねなので該当される方はここは気をつけてくださいであとパスも利用されている方ですねモバイルパスもですね Apple Pay パスもも含みますということですのでもしこちらも利用されている方はこれでも参加することができますよということですねということで早速なんですけども今からですね僕自身がエントリーとセブン銀行 ATM でのチャージを行って あったのでちょっと参考にしていただければと思いますちなみに僕自身は初めてセブン銀行 ATM でスイカのチャージを行いましたこちら実際の映像を後ほど流しますで早速エントリーからなんですけども公式ページにまずアクセスをしていただきまして画面を下の方に下がっていただきますとここにですね内容に同意して応募するという項目がありますのでここをタップしてください そしたら、ま、利用規約っていうか注意事項のね、画面が出てくるんで、そこを確認できましたら、上記内容に同意するというところにチェックを入れてください。で、画面を下に下がっていただくと、いろいろ入力項目が出てきます。まずここですね、ご利用の交通系電子マネーを選んでくださいという項目があるんで、実際にここをタップしたら、ま、プルダウンでいろいろ出てきまして、ご自身が使ってる交通系電子マネーをここで選択します。で、僕の場合はね、モバイルスイカにチャージをするので、ここのスイカというところを選択します。で、選択したら、ここで完了というところをタップしてください。 くださいそししたらスイカがここここで入りまして次ここご利用の交通系電子マネーの ID 番号ということで、僕はあの実はですね、スイカのカードタイプ持ってなくて、モバイル Suica だけしか持ってなかったんですよ。で、これどこで確認するんだろうということで、一応モバイル Suica の場合の確認方法なんですが、 まずは、スイカのアプリのところから入っていただきまして、ここにですね、i の、アルファベットの i のマークがあるんで、ここをタップします。そしたら、ご覧のように、まあ僕の名前と、スイカの番号っていうのが出てきます。で、ここに j、e から始まる後に数字とかアルファベットの番号がありますんで、ここをメモしておいてください。そして先ほどの画面に戻っていただきまして、ここのですね、3桁、4桁、4桁、4桁っていうところですね、ここに入力をしていただきます。 で、その後に、メールアドレスも入力をしていただきまして、下の確認するというところをタップします。そしたら、確認画面が出てきますんで、問題なければ、個々の送信というところをタップします。 そしたらですね、ご応募を受け付けました。ご登録いただいたメールはですね、完了メールを送りしましたということで、で、実際に届いたメールがこちらですね、登録完了のお知らせということです。セブン銀行交通系電子マネー ATM チャージキャンペーンということですね。で、ここからなんですけども、僕がですね、実際にボワイルスイカにチャージをする動画を流すんですが、ちょっと一部ですね、失敗というか、あれみたいな時があったりするので、まあ、そこもぜひですね、あの、見ていただければと思います。ちょっと恥ずかしいんですけども、流します。どうぞ。 ということで、無事にですね、7000円分チャージを行いました。いや、まさかのね、あの、ひっくり返してチャージをするっていうのは全然知らなくて、本当に ATM からピーピーって音が鳴ってね、めちゃくちゃ恥ずかしかったです。まさかのね、この僕が行ったのが15時20分台ぐらいだったんですけども、いっぱいお客さんもいたセブンエレブンだったんで、え、こいつ大丈夫かみたいな感じの目で見られたのがちょっと痛かったです。まあ、あぜひですね、まあ、皆さんは大丈夫だと思うんですけども、モバイルスイカにチャージをするときは、スマートフォンひっくり 返して、それで、あの、現金をチャージしていただければと思います。 まあそんなことで今回はですね、セブン銀行 ATM チャージキャンペーン現金が2万名様に1000円当たるというキャンペーンについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあね、先ほどもちょっと失敗したことについてお伝えはしたんですけども、まあ僕としたらすごい良い勉強ができたなというふうに勝手に思っております。で、先ほどもね、ちょっとお伝えしたように、このキャンペーン自体は抽選のキャンペーンとなってますんで、確実に1000円当たるというわけではないので、もし普段から交通系電子マネーを利用されている方、なおかつ ね、クレジットカードとか使わず現金で普段からチャージされている方はまあついで程度にこのキャンペーンに参加してみるのがいいのかなという風に思っておりますまあ、当たったらラッキーかなっていう感じで,で今回お伝えしたキャンペーンの公式リンクに関しましては下の概要欄にリンク貼ってますのでぜひ気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました